はい、どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、未所持 SSR みなし後確定ですね。3ステップアップガチャ、秋のキャンペーン、やってまいりました。2週限定ですね。みなし後2週限定で、先進の場合は1週限定ですね。で、取れるのが確か、ガチャ内容の方かな。こんな感じっていうか、まあ。そうですね。ヤルダ・バオトが取れるところまでは、違うな。ニコラか。ニコラ、エティ・ニコラですね。最新は。確かそのはず、あ、うん、そのはずですね。3ステップまで行ってもそこまではないですね。確率もあんま変わってないですね。まあ持ってないキャラクター、ですね。目指していこうと思います。にゃっほい、もしくは春風。こちらのどちらかが、いればなというところですかね。まずは、引いてみましょう。あ、2周ですからね。2人とも取れますね。では2周いきます。都合46連か。30、10で23連の46連ですね。まずは3連目、購入します。購入しましょう。では行きましょう。ミッドウェイはやってこず。3つ、まあこれはまあこんなもんでしょう。では2つ目、2回目、2ステップ目、ミッドウェイやってこず。さあ10連ですが、これもさあ昇格はなしですね。さあ続いて今度は確定ですが、ミッドウェイやってこず。2つですね。2つ来ました。昇格あり得るのか、ミッドウェイ来てないからですね。では行きましょう。私の仕事は愛しき女神を支え続けること。ありがとうございます。シグルーンですね、やってきました。ありがとうございます。続いては未生児であってほしい。フランフラワー復興についてできる限りのお手伝いをするようラグナルク様より仰せつかっております。何なりとお申し付けください。さあこれでスルーが分かりました。誰なんでしょう。マオちゃんです。つい先日完走したマオちゃんです。ありがとうございますと言うべきかどうなのか分かりません。ではですね、続いていきましょう。2周目、SSR 出てほしいね。どうだ。さあここは昇格はなし。さあ2ステップ目、割と渋めですね今回は。さあおっとやってきた。さあ誰が来る。素晴らしい成果ですね。おっとヘラちゃんが来ましたね。ありがとうございます。ヘラちゃんありがとうございます。さあ続いて最後いきましょう。バシッ、ミッドウェア的でプルプル確定です。演出確定が来ました。演出確定ですね。はい、来ました。これで昇格はあるのか。天才お願い。私に刀を抜かせたら大したもんだぜよ。お、龍馬ですね。ありがとうございます。春っていうのはいいものですな。のんびり
のほほーんとしてても許されるってもんだぜよ。春眠の暁ど忘れってやつですね。ど忘れってやつですね。さあ新キャラクターが来ました。5体ですね。ありがとうございます。さあ続いては未生児確定なんで選べるっていうわけじゃないんですね。はい、行きましょう。では前進参ります。選べてほしかったなっていうとこですかね。お、いきなりやってきました。先進未生児確定なのか。素晴らしい生活ですね。あ、先進とは限らないんですね。はい、わかりました。でも上がってね、よかったです。では行きましょう。続いてミッドウェイやっていこうず。なんとなく割と渋いですね。素晴らしい成果ですね。さあどんどん行きましょう。最後にドンと。さあどうだ。ミッドウェイやってきてプルプル震えて、いや最後だけはね確定ですね。さああとは虹が何個あるか。1個です。1個でした。さあどうだ。触覚。私の戦場は和田摘の宮に放ずる寝台のいさかい。はい、竜宮さんありがとうございました。どうやら私のパパになる覚悟ができたようですわね。さあ可愛い娘である私に対して一生分の幸せをおよこしなさい。はい、ありがとうございました。これでガチャの方は終わりですね。向いてみましょう。うん、なくなってますね。はい、ちょっと挑戦するのはやめた方がいいんではないかという個人的な感想ですね。引いた感じはそこまで良くなかったかなと。まあ未所持が確定でもらえるのでそこら辺はありがたいかなと思いますので、まあどうするかはあなた次第ということでね、終わろうと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。